ああ、やばい。全然ダイヤモンド見つからないじゃん。ああ、そっか。ダイヤモンド、まあ仕方ないな。あったあったあった。置いて、で、録画をスタートします。あ、ダイヤモンド見つけました。いやー、長かったな。よし、ネザーに来ることができました。では、ネザー要塞をちょっと探したいと思いますね。ネザー要塞を見つけることができました。それではね、村を見つけるまでカットしちゃいましょう。オッケーと、ビレジャー。なんということでしょう。村を見つけることができました。これ全部サバイバルでやってたんですよ。はい、ということで、今回はここまで。全部サバイバルで集めることができましたね。ゴッドクォーターのサバイバル能力がいかにすごい。ぐはぁ!バタ。重症ですね。これは。え?こちらのモニターを見てください。見ての通り、あなたの脳みそはどんな時にもクリエイティブを使いたい、ズルをしたいという思考が先に先行してしまっています。よって前頭領のここと、後頭領のここと、あと脳みそのここ5、6箇所が全部ちっちゃくなってますね。このまま続けているとあなた、自分で物事を考えられなくなりますよ。あ、どうすれば。これは残念なことに現在の医学ではどうすることもできません。あなたのそのクリエイティビティ症候群を治す唯一の策、逃げ道を塞いでしまうんです。どんな時にでもクリエイティブを使えない状況にする。ズルをしたくてもできない。そんな状況にする。甘えたくても甘えられない。そんな状況にしてしまえば、あなたのクリエイティブを使いたいという衝動は抑えられ、サバイバルの楽しさ、純粋さを思い出すことができるのではないでしょうか。そうすることができれば、あなたの危機も去ります。人間らしさを取り戻すことができます。クリエイティブを使えない?こんにちは、ゴッドコウタンです。お医者さんに言われました。クリエイティブばかり使っていたら今後頑張るべきところで頑張れないダメ人間になってしまうと。だからそれを構成したい。サバイバルを真面目にやって完璧なるサバイバル主義者になり、そしてサバイバルの楽しさを改めて思い出したい。ってことでやっていきたいと思います。ワールド名、クリエイティブ構成プログラムです。このワールドはただのワールドではありません。普通のワールドだったら、ズルをすればクリエイティブに変えることだってできてしまいます。ですが、このワールドは特殊で常に僕はコマンドブロックによってクリエイティブにし続けられています。たとえランに公開でチートオンでクリエイティブモードに変えたとして、必ず強制的にサバイバルモードになってしまうというワールドなのです。僕はこのワールドでサバイバルをやっていきたいと思います。このワールドの目標は全てのボスとダンジョンを攻略することだ。全てのボスっていうのはモッドで追加されたやつも含むな。今回入れているモッドはこれらの数十種類だ。これらのモッドは全てボスやらダンジョンやらを追加するモッドだから、めちゃめちゃ大変になることは目に見えていることだけれども、僕のこのクリエイティブの悪い癖を直すためには仕方のないことなのでね、早速やっていきたいと思いますね。スタート。木を切るのがめんどくさい。ああ、疲れた。やっぱ神様って僕に対して味方をしてくれているね。近くにネザーゲートモード機みたいなものがあった。これさえあったらネザーゲート作れるかもしんないな。金のヘルメットカチン。これ束縛の呪いついてたけど、今更外すことなんてないし、僕はそれだけ本気だということをみんなに知らしめたいんだ。まず、木作ったら石を取らないといけないわけだから、穴を掘ろう。いつもは効率ばかりを重視して、洞窟どこで洞窟どこだっつってさ、洞窟見けて適当にくっちゃべって10分経ったら動画終わりみたいな内容だけど、ガチでサバイバルだからガチでサクサク行くからな。今日中にダイヤモンドのツールとか揃えちゃうぐらいにはな。僕、本気だから。今回導入したモッドは、バックルームズモッド、動物モッド、バイオームめっちゃたくさん追加するモッド、ダンジョンたくさん追加するモッド、変なモブたくさん追加するモッド、レザーとかエンドを改造するモッドの計何十種類かです。なので、動物は豚や牛以外にもアライグマだとか、ヘビだとか、そういったものも追加される。ほら、話をしていたら、見けたよ。アライグマだ。アライさん、久しぶり。こんにちは。元気してた?体力は9か。なかなかいいじゃん。倒してみるか。あ、カラスだ。カラス、カラス、こっち来い。カラス?ああいう小動物殴ったって仕方がねえからな。カラス待て、カラス。ああいう小動物殴ったって仕方ねえからな。興味ねえし、黄昏の森、カラスだ。えぇ!カラスの羽じゃなくて、ただの羽か。まあ、地図作るわけじゃないし仕方ないか。熊見っけた。熊だぞ。
やばいな。僕、生身の人間だからな。子連れの熊には近づいちゃいけないぜ。ああいう熊ってのは一度人間の、味を覚えちゃったら民家とかに降りてきて人を襲うからな。だから僕も他の人のために、僕自身が食べられないように気をつけないといけない。いや!ピクニックバスケットって進捗をクリアした。いや!ごめん!あ、ごめん!ごめん!保護法の、なんたらかんたらを違反しちゃった。サンキュー。あ、熊の毛じゃん。何に使えるんだろう。鷹狩り用グローブと、アライグマ帽子か。動物図鑑ってやつ使うのに熊の毛が必要なんだね。この動物図鑑ってやつには動物に対する情報とかが詳しく載ってるから、これ早く作りたいよな。これないと動物が何なのかよくわかんないし。松明作って、家を、なななな、な、ててててて、れって。ってことで洞窟を探索していきたいと思います。松明をちゃんと持っているからさ。はっ、え、ん、待って待って。待って、待って、モッド要素か?モッド要素か?だってダイヤモンドじゃないもんな。とりあえずスポナーを確保して、中身を確認して、必要なさそうだからチェストごと回収しておこう。何これ?絶対違うじゃん。絶対なんかあるじゃん、このブロック。なんかおかしくね?鉱石の色が変わるんよ。明らかにおかしいな、これ。明らかにおかしいな。ブロック名はなんて名前でしょうか ?F3 見ることによってね、ブロックの名前がわかるんですよ。フェザーバックルームズっていうモッドに追加されてる、ギフチエグオアってやつか。回収できんの?右クリックとか?じゃあ回収してみる?大丈夫?石ツルハシで掘れる、あれかな?一応かまど作って、で、鉄のツルハシとかでこれ取るようだと思うから、さっきのスポナーから出た鉄インゴットで回収するわ。ちょっと、怖い。あれ?消えちゃった。ダイヤモンドのツルハシだったかな。あー、もったいないことした。絶対な、何かあったじゃん、あの鉱石。うわー、もったいないな。ああいうの絶対なんかあるんだもんな。今度から慎重に行くわ。そうだよね、モッドで追加された鉱石ってさ、石で掘れなかったら鉄。じゃあったら大体のものは掘れるってわけじゃないもんな。何これ?アルミニウム?アルミニウム?あ、アルミニウム?アルミニウムってあのアルミニウム?いいじゃん。ああ、アルミニウムいいじゃん。え、アルミニウムで焼いたらインゴットになって、これで装備とか作れないか。なんだ、ただの建材かよ。僕ってサバイバルを本気でやるっていうのがこのシリーズの目標じゃないですか。待って、今説明してんだよ。なんだよ、お前。やんのか、お前。このよくわからん猫背のおじさめ。お前。なんだ攻撃してくんのかしないのか、どっちなんだよ。説明し損ねたけど、このシリーズはサバイバルをガチでやるシリーズ。だから、サバイバルの難しさだって、ノーマルとかイージーだったら中途半端じゃん。それってガチとは言えないよな。だから、ゲームモードはもちろんハードモードで固定させてもらうよ。本気だから、ダイヤモンドを掘るわ。本気だから、ブランチマイニングするわ。F3 キーで Y11 の地点にはダイヤモンドがたくさんあるって、マインクラフトめっちゃ上手い人が言ってたような気がする。つまり昔の僕だな。サバイバルをガチでやっていたと言われていた。昔の僕は Y 座標11で、ほーら見ろ、なんかあったぞ。待って、ステルト、ん?あれ?いなくなった。ああ、いたわ。びっくりした。ノークリップしたんかと思ったわ。こっち側行ってみるか。ダイヤモンドがありそうな座標だよな。ほら、Y16 ってまさにそうじゃないですか。ここで、ダイヤ、いやー、安心、安全、ダクダク、スイスイ、ダイヤモンドを手に入れよう。Y は11だ、ここら辺だな。溶岩がたくさんあるから注意をしておこう。ゲームモードがハードモードってのを忘れるな。これを肝に銘じておけ。クリーパーの爆発一つ取ったって命取りになりかねない。危険な溶岩だって渡るぜ。僕はダイヤモンドをしっかりと手に入れるんだ。ここら辺のこういう溶岩地帯ってのはダイヤモンドが比較的出やすいっていう風に統計学上こういう風に出てるんですね。現に Y11 地点です、ここは。11地点にはダイヤがあるっていうしな。よし。なかったわ。サバイバルでダイヤモンド集めんのってこんなにきつかったっけ?やばくね?マジでない。今回の収穫は鉄1スタックと46個、金のリンゴ、生肉、うんぬんかんぬんだから、序盤にしてはそこそこやった方なんじゃないかな。俺は戻るぜ。ダイヤモンドが欲しいやつはそこら辺掘ってな。今の Y 座標は52です。地上に出さえすれば他のモッドのモブとかと会えるのではないでしょうか。ダイヤモンドだってさ、正直言って序盤で手に入れる必要なくね?
みんなダイヤモンド何に使う？エンチャント本とか、ダイヤモンドのツルハシ作ってネザーレード作ろうとかって思うでしょ。でもさ、エンチャントテーブルはともかく、ネザーレードなんかはバケツ一つさえあったら簡単に作ることができるわけじゃん。だからダイヤモンドツルハシってそこまで必要ですかね？序盤にダイヤモンドを採掘する意味合いとは何でしょうか？そもそもリスクに見合っていないので、ここでダイヤモンドを掘るのは正直言って情弱かと思われますが、はい。家建てるのに結構ちょうどいい土地じゃない？近くに森あります。動物たちそこそこいます。で、向こうには海があります。海の中にも魚とかがいるわけだから、しかも洞窟もあるわけでしょ？決めたぜ！僕はここに家を作ることを宣言する。鉄を焼いています。撮影以外で家では作ろっかな。家とかは作ってる様子とか動画にしたって、ねえ、別に興味ないでしょ？僕はクリエイティブが使えないって性質上サバイバルで作ることになるんだけど、てか今までのお家作りもなんだかんだサバイバルでやってるんだけど、でもね、サバイバルのお家ってさ、広きゃいいってもんじゃないんだよね。大体のお家は広く作ったとしても狭く作ったとしても使うスペースはチェストと作業台とベッドがある部屋だけだからね。いくら内装凝ったって意味がないでしょ？だから僕は狭くこじんまりとした立派じゃない、もうそこそこの平凡なお家を作るね。ここに海が見える綺麗な土地だからさ、立地だけでも高額に売れるんじゃないかな。海の中見てみようかな。動物がたくさん追加されるモッドを追加しているので、魚さんにもバリエーションがあるのだと思いますわ。行ってきます。ボブン。あ、すごい、イルカさんだ。すごい、イルカさんだ。あ、え、何あれ？ラブカか。ラブカだ。古代のサメですよ、古代のサメ。ラブカ、深海に住んでいるレアなサメ。歯の形が特殊で合計で300本もあるらしい。口を大きく広げることができるので、自分の体重の半分サイズの魚を追い込むこともできる。古代魚に姿形が似てるらしいです。え？ヘロブライン。目が白く光っているアライグマを発見したけど、お前って敵対モブ？あ、違った。可愛いだけだ。はい、腐った肉だよ。あら、あ、可愛い。何あいつ、もうちょっと、惚れちゃうでしょ。なんだ、ゲームモード、ハードモードってこんなにハードモードだったの？なんか、あたりにめちゃくちゃ敵マブ湧いてんじゃん。普段はさ、今死んでもいっか、みたいなノリだったから、モブとか湧いても放っておいてたんだけど、全然今回、そうはいかないな。まったく、めちゃくちゃおるじゃん。あっち行ってくれよな。寝させてくれ。近くにベッドが。あるんだから僕はね。なんだ？あ、じゃがいもか。じゃあおやすみなさい。今回はここまで。チャンネル登録と、待って、クリーパー来んなよ。高評価、よろしくね。来るな。よし。よーし。じゃあ次回までに家建てておくから。じゃあまた。バイバイ。あ、追加してほしいモッドとか、そういうのあったらよろしくね。なんかやってみた結果、やってみた感じ、モブが少ないなって思った。敵モブだね。なんか、あんまり、物珍しいものが今のところ感じられていないや。ってことで、バイバーイ。